にちは、シュルルです。今回はついにこのカードを手に入れたので思いっきり自慢話を。いたたた、なんでぶつんですか。シルちゃんが突っ込んでくれと言ったんじゃない。確かにちょっと勢い余ったわね。とりあえずしらばっくれましょうか。いや、普通に言葉で止めてもらうだけで十分でした。まあそれはさておき、今回紹介したいのはこのブラックマジシャンダールなんです。やっぱり簡単にごまかせたわ。これはデジクレのトエンティースシークレットよね。まさかシングル買いはしないでしょうし、オリッパで当たったのかしら。このカードなんですけど、実は偽物なんですよ。今回は注意喚起の動画となります。確かに改めてよく見ると違和感があるわね。昔のエラーカード針に輪崩れしていないかしら。そこもおかしいんですけど、他にもいろいろあるんですよ。私が唯一持っているトエンティースシークレットレアの師匠と比較していきたいと思います。それでは今回も張り切って参りましょう。まずこのカードの入手経路ですが、とある海外通販サイトで購入しました。フリマサイトで捕まされたわけではなかったのね。金額はいくらだったのかしら。送料含めて1000円しないくらいとだけ言っておきますね。いまいち安いのか高いのかわからないわね。早速比較結果を解説してもらえないかしら。承知しました。まず先ほどすみれさんが指摘した通り、著しい輪崩れがあります。上下はまだしも左右のバランスが崩壊してるわね。次にカード名のフォントが微妙に違います。偽物の方が少しだけ太いように見えるけれど、ほとんど差は感じないわ。ではもう少し分かりやすいところを見ていきましょうか。このカードテキストなんですが。なるほど、ここは分かりやすいわね。まず魔法使い族ノルビがちゃんと振られていないわ。それと中央の20周年のロゴに光沢が全然ないわね。ちょっとだけ補足すると、この20周年のロゴに凹凸もありません。本物は少し凹凸があって、指を滑らせた時に抵抗が感じられました。表面はだいたいそんなところかしら。実はまだあるんですよ。カード右下にご注目ください。高橋和樹スタジオダイスの文字が偽物は明らかに薄いわね。ホログラムもおかしくて、偽物は目のマークが浮き出てこないんです。パッと見は精巧に偽造されているように見えるけれど、結構違いはあるものなのね。それでは裏面に参りましょう。これはもう終了でいいんじゃないかしら。あえて比較するまでもないわね。輪崩れが表面よりもさらに強調されているし、全体的に赤っぽいわ。多分裏面はカラーコピーですね。右下のロゴもぼやけてますし、薄いフィルムを貼ってるような変な光沢があります。少なくともコレクターレベルであればこれに気づかない人はいないでしょうね。今回はいかがでしたでしょうか。フリマサイトでは高額カードの偽物が出回っているようなので、注意喚起という形で取らせていただきました。もしフリマサイトで購入するとしても、安易に受け取り評価はしないことが大切ね。開封時の動画撮影までしておけばなおいいと思うわ。そうですね、私も高額カードこそ買いませんが、たまにシングル買いはするので一層注意したいと思いました。それと話は変わりますが、このチャンネルの登録者様が100人を突破いたしました。おめでとう。それは嬉しいわね。私も少しはお役に立てたのかしら。それはもちろん、すみれさんの出演がなければ倍の期間はかかったと思います。さすがにそれはオーバークォックだと思うけれど、シルちゃんの場合は
悪気がないからどうしようもないわね。今回はこれで以上となります。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。あれ、そういえば今回私は必要だったのかしら。今振り返ってみてもシルちゃん一人でも全く問題なかったように思うのだけれど。スミレさんもありがとうございました。やはりスミレさんがいるととても話しやすいです。そう言われると悪い気はしないわね。こちらこそ、またいつでも呼んでちょうだい。偽物にはくれぐれもご注意くださいませ。それでは失礼いたします。